こんにちは、朝旅です。今回の旅は湯布院です。ミルヒ&ドーナツでチーズケーキを買いました。本当は店内で食べたかったのですが満席でした。ランチはどこも大行列で、やっとたどり着いたこちらのお店が空席があり入ることができました。七輪炭焼き慶州庵です。タレ漬け鶏と寒ぶり千鶏、豊後牛の贅沢なコースです。肉厚で立派な椎茸です。湯布院はランチにも並ばないと入れないお店が多いですが、こちらは場所柄か並ばずスムーズに入れました。歩いて5分ほどで近隣湖なので行ってみることにしました。明治17年儒学者の毛利曹操が湖の魚が夕日に輝くのを見て金鱗湖と名付けたそうです。ただこちらもすごい人でした。湯布院の人の多さにちょっと疲れてしまい、こちらのサンクラコーヒーでコーヒーをいただきます。横にはアウトドアのお店が併設されています。こちらの椅子もキャンプ用品などで使う椅子でしょうか。とにかく湯布院の二の坪街道は人が多かったので、こちらで静かにコーヒーをいただくことができて幸せでした。今回泊まる金門湖に到着です。私は撮影のため車で上に上がってこちらに降りてきていますが、ここから車で直接上がっていきます。チェックインは3時からチェックアウト11時からです。こちらに見えているのがメゾネットタイプのテラスハウスです。テラスハウス8室離れが7室です。お部屋によってはワンちゃんも泊まることができます。こちらが今回泊まる黒金というお部屋です。それでは中へ入っていきましょう。とっても素敵なお部屋です。このソファーとても座り心地が良かったです。お茶のお香のようなものも置かれていました。寝室も窓が大きくて開放的な作りです。気候がいい時などはテラスでゆっくりと過ごすのも気分が良さそうです。こちらのブルーの絵画も素敵です。お手洗いです。奥へと進んでいくと洗面所とお風呂場があります。タオル掛けと足元が寒くないようにヒーターも用意されています。洗面台も大きくて使いやすいです。アメニティも用意されています。この他にミニサイズの化粧品なども用意されていました。温泉は熱めです。湯上がり後もポカポカしていました。
窓を開けて入ると外の冷たい風と温泉の温かさですごく気持ちが良かったです。シャンプーやボディーソープなども用意されています。玄米茶、ほうじ茶、煎茶などがたっぷり用意されています。コーヒーにミルクティーなどもありました。冷蔵庫の中にはお水とジュースがありました。コーヒーマシンも用意してくださっていますが、手順が分かりやすいように番号のシールを貼ってくれています。こちらのテレビでは YouTube を見ることができます。テーブルには豆菓子とおまんじゅうが用意されています。貸し切り湯が3棟あります。予約制ではなく空いていれば自由に入ることができます。夜は3時から23時まで、朝は7時から10時までです。入浴する際はこちらの札をひっくり返して入ります。入浴の際はお部屋からタオルを持参してください。緑が視界一面に広がります。お水やティッシュ、綿棒、ドライヤーなども用意されています。続いてはフロント棟にやってきました。奥がフロントになっていますが、私は車の中で直接チェックインでした。さらに足を進めると奥には売店があります。雑貨などを取り扱っています。売店の奥にラウンジがあります。コーヒー、紅茶、オレンジジュースにスパークリングワインなどが用意されていました。スパークリングワインに心が惹かれたのですが、今回はオレンジジュースをいただきました。少し外に出て散策します。テーブルと椅子も用意されています。こちらに座って森林浴をするのも良さそうです。風は冷たかったですが、緑に囲まれてとても気持ちが良いです。こちらにもくつろぎスペースがあります。夕食は個室です。ラルフローレンの膝掛けも用意してありました。
回は一人旅ですが、一人には申し訳ないぐらい広々とした空間です。足元にもヒーターが用意されています。ドリンクメニューも充実しています。先付けの豆乳餅です。そしてビールを頼みました。晩物は冠地鶏のつみれあんです。前菜もたくさん出てきました。見た目が美しいのはもちろんなんですが、お味もどれも美味しかったです。お酒のおつまみにもぴったりでした。向こう漬けは豊後水道のお造りです。鯛、マグロ、ヒラメ、ブリです。こちらの藻塩をつけて食べても美味しいです。今回カボスの果汁を餌に混ぜて育ったカボスヒラメ初めて食べましたが美味しかったです。焼き物は鮭の幽庵杉板焼きです。藍魚はフグの唐揚げです。大物は大分和牛の鍋です。最初折りたたまれていたので気づきませんでしたが、1枚がかなり大きなお肉で食べ応えがあります。水菓子はアイスクリームもなかに生チョコレートです。朝食もお食事棟へ歩いて向かいます。朝食は半個室です。温かいお味噌汁に小鉢、明太子などもあります。こちらの漬けはご飯にのせて食べました。自家製のお豆腐も温かくてとても美味しかったです。こちらはキツキの卵黄という卵です。朝食の締めはフルーツとコーヒーとチョコレートがありました。名残惜しいですがチェックアウトです。せっかく湯布院に来たので金門湖から車で5分ほどの菊助でカレーうどんを食べて帰ることにしました。オープンと同時に行きましたが、あっという間に満席です。私が店を出る頃には20人以上人が待っていました。カレーうどんの残りにこちらのご飯とニンニクチップを混ぜていただきます。今回久しぶりの湯布院でしたが、観光客は完全に戻ってきているようでした。街の中は賑わっていましたが、宿泊した金門湖はクヌギの森の中で癒しのひとときを過ごすことができました。また必ず再訪したいお宿になりました。これからも旅の動画を上げていきますので、よければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では次の旅でお会いしましょう。